今日のこの国が浮かれてた頃名前の誓いで区別されたこともあって何が事件だわからなかったでも時はたてこの2つの地は1つの研究になってくる Real Blood意味あることと意味ないこと今ならやっと分かるよ、oh、この国の一人使えるはずもない兵器を持ってるこの世界に一人誰だって幸せを守りたいでもその過程で誰かが泣いて金と欲を渦巻いて奪ってまで手に入れるものに価値があるなら仲指立てにやる